皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は何をするの？今日は Windows 11のインストールをやろうと思うぜ。あれ？前も動画上げてたよね？そうだぜ。前の動画は、Windows 11がリリースされた2021年の10月で、未サポートマシンのチェック回避の情報がいろいろ錯綜してた時に作った動画だな。未だに見てくれる人がいるのよね。そうだぜ。視聴してくれる人には、うつ主は感謝しています。今回は、今現在チェック回避がどうなっているのか確かめる意味で、再度インストール動画を作ってみたぜ。チェック回避のやり方が塞がれたっていう話もあったのよね。まあ、その辺は実際やってみて確認するとするぜ。それでは始めましょうか。まず、Windows 11のインストール媒体のダウンロードだな。Windows 11でググるとすぐに出てくるぜ。トップに出てきてるよね。言うまでもないけど、マイクロソフト社のページかどうか確認してからクリックしてくれぜ。ここにはインストール用の USB を作るツールや ISO イメージが置いてある。今回は ISO をダウンロードしてみるぜ。今時、DVD 焼く人もいるのかね？まあ、ここではこの後仮想マシンにインストールするから。ISO 一択だな。選ぶのは言語だけね。それではしばし放置。コマーシャル行ってちょうだい。さて、ダウンロードした ISO がこれだぜ。これを仮想マシンでマウントしてインストールするのよね。そう。実機の人は、これを DVD に焼くかブート用 USB を作成してくれぜ。うつ主の PC には、VMware Workstation 16がインストールされているので、これで仮想マシンを作っていきます。ここで、さっきダウンロードした ISO を指定するぜ。ISO を指定すると、何の OS か判別するんだけど、Windows 11はわからないみたいね。マシン名を Windows 11にするぜ。ファームタイプは UEFI。そして、セキュアブートに必ずチェック。メモリは、4096にします。このあたりはデフォルトでいいな。それでは、パワーオン。インストールの時に、毎回見る画面よね。さて、まずはそのままインストールに進んでみるぜ。ライセンスがある人はここで入れてくれぜ。ここでは入力しないで進めます。この PC では Windows 11を実行できませんが、出たね。まあ、チェックがここで動くからな。とりあえず、リブートしてもう一回やってみるぜ。お、タイミングが遅かったか。それでは、もう一度、リブート。今度は、間に合ったぜ。さて、ここでこのまま進むとチェックが走るので、シフトキーを押しながら F10 キーを押して、ドス窓を出すぜ。そして、レジエディット。ここでチェック回避のレジストリを入れます。キーのありかは、H キー、ローカルマシーン、システム、セットアップ。ここで、キー、ラボコンフィグを作るぜ。ラボコンフィグができたら、その中に、3個の D ワードの値を作るぜ。人によっては、ファイルを読み込ませて作成することもあるけど、
ここでは手打ちでやります。3個できたら、値を1にするぜ。2番目のやつが間違ってるよね。おっと、修正だな。これで合ってるよな。大丈夫みたいね。それでは、エグジットしてインストールに戻るぜ。さて、どうなるのか楽しみ。さっきと、同じようにライセンスなしで進むぜ。あら、進んだよね。ここでは、新規のマシンなので、下の選択肢しかないな。お、インストールが始まったよね。あとは、しばし放置だな。コマーシャル行ってちょうだい。画面は早送りにしてるけど、ここまでだいたい3分だな。リブートのところまで来たよね。これで立ち上がってくれば、あとはいつものセットアップ手順通りだな。日本を選ぶところから始まって、マシン名やアカウント名を入れてくのよね。そうだぜ。この辺は、サクサク飛ばすぜ。アカウントを入力するところで、マイクロソフトアカウントを入れろって言ってくるけど、従来通り、ローカルアカウントにすることもできるぜ。マイクロソフトアカウントにしてもいいのよね。もちろんだぜ。マイクロソフトアカウントだと、ライセンスも引き継いでくれるので、そっちの方がおすすめかもしれない。もうそろそろ、アカウントを入れるところよね。そうだな。ここはドメインに参加するかの選択なので、大体の人は個人用かな。お、来た来た。ここで、マイクロソフトアカウントを入れるもよし。そうでない人は、サインインオプションをクリックしてくれぜ。いつものことだけど、どうしても、マイクロソフトアカウントを勧めてくるよね。まあ、ユーザーを囲い込みたいからな。あとは、合言葉の設定をすればインストールはあらかたおしまいだぜ。私はマリサのペットかい？さて、これでインストールは終了だな。立ち上がってきたら、もう一度、設定からアップデートをするだけよね。そうだぜ。今回のインストールはライセンスを入れてないから、1ヶ月でライセンス切れになるぜ。ライセンスを持ってる人は、そのまま入れればいいし、Windows 7とかのライセンスも通るっていうことなので、古い PC を持ってる人はライセンスキーを確認してくれだぜ。さて、インストールは無事完了したけど、いかがでしたでしょうか？この動画はここらでお開きにするぜ。この動画が面白いと思ったら、高評価チャンネル登録をお願いします。それを励みにして、ウプ主は動画作成を続けていこうと考えております。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。